Stephen M. Greer writes as follows. As I stated, the ETs have made it very clear that the entry ticket for human civilization to become interplanetary is first and foremost to be civilized, to live together peacefully, to renounce weapons of mass destruction, and to go out into space free of weapons system with a consciousness of universal peace.私がすでに述べたように、外惑星人は次のことを明確にしている。つまり、人間文明が外惑星人になるためには、まず最初にして、かつ最大に、皆が平和に一緒に暮らすために、人間自身が文明化することである。そのためにも、大量破壊兵器を放棄し、宇宙の平和を守るという意識を持って宇宙に武器システムを持ち込んではならないということである。 War in space to replace war on earth is not evolution but cosmic madness. A world thus united in fear is worse than onedivided by ignorance. It is now time for the great leap into future, a leap that moves us out fear and ignorance and into an unbroken era of universal peace. This is our destiny. It will be ours just as soon as we choose it.地球での戦争を宇宙を舞台にした戦争に置き換えるなどということは進歩と考えてはいけない。狂気の沙汰である。このような恐れに結びついた世界は無知でバラバラになっている個人よりたちが悪い。私たち人類は未来に向かって大きく飛躍する時である。つまり恐れと無知から抜けてて宇宙平和という未体験の時代に突入する。それが私たち人間が目指すべき運命である。そしてそれは私たちがそれを選択するや否や今すぐ私たちのものとなる。 Stephen M. Greer by 広志林Hamamatsu City, Japan. According to Wikipedia and Orthodox Japanese archaeologists, it writes about Jomon Dogu as follows. The idea of any explosion in space by any Earth government was not acceptable to the extraterrestrials, and that has been demonstrated over and over. And what's the consequence? How is that different?
ニューズウィーク誌にこんな記事が載っていました。宇宙人は環境保護のため人類を襲う。 NASA の最新研究によれば、急激な地球温暖化を観測した宇宙人は、被害が地球外に及ぶ前に人類を滅亡させる可能性があると、広志林浜祭りジャパン。あなたがもし終末論を唱える預言者の言葉に怯えるタイプなら、この記事は読まない方がいい。世界の終わりはどのように訪れるのか、最新のシナリオを発表したのはハリウッドでもカルト教団でもない NASA アメリカ航空宇宙局の科学者たちだ。イギリスガーディアン紙によれば、 NASA はある科学者グループに対し、考えうる宇宙人との総合シナリオにはどんなものがあるか調査を命じた。その調査報告書がシナリオ分析、地球外生命体との接触は人類にとって有益か有害かだ。そこでは特に害はないというものから、ゾッとするようなものまで幅広いシナリオが示されている。確かに地球人を奴隷や食料にするために地球外生命体が現れる可能性はあるだろう。その中で宇宙人が我々人類の破壊的な拡張主義から銀河系を守るために人類を滅亡させるだろうというシナリオがある。アル・ゴア元副大統領の著書「不都合な真実」の B 級続編 SF 小説のシナリオのように思えるかもしれない。報告書をまとめた NASA 惑星科学部のグループは、人類が引き起こした気候変動を察知した宇宙人が、人類は地球外文明の脅威になると結論付けかねないとしている。エイリアンに生物情報を漏らすな。その時青き地球には映画スターウォーズのような宇宙船とレーザー銃を持ったエイリアンが押し寄せるだろう。エイリアンたちは銀河系を人類から守るという利他的な目的のために、繰り返します、銀河系を人類から守るという利他的な目的のために我々を攻撃するかもしれないと報告書は警告する。我々は自分の惑星の脅威であるのと同じように銀河系の脅威にもなり得る。文明は拡張するほど破壊が難しくなるため、先制攻撃は拡張が初期の段階にあるときに仕掛けられる可能性が高い。人類は今まさに急速な文明拡張の時代に突入したばかり。その拡張は温室効果ガスの排出によって地球環境に変化をもたらしているため、エイリアンに見つかりやすい状況にある。報告書はさらに、こうしたシナリオは我々の成長、さらには地球の生態系への悪影響を抑制する動機となると続く。大気の状況は地球外からでも観測可能なため、温室効果ガスの排出抑制は特に重要だ。科学者たちはさらに、地球外生命体について探査する際、人類に関する情報を宇宙に向けて発信しすぎることにも警鐘を鳴らす。特に人類の生物学的なデータを漏らすべきではない。我々を攻撃するのに有効な武器を開発する助けになってしまうからだと。以上、ニューズウィーク誌の原稿よりそのまま、2011年8月24日
16時52分。Stephen M. Greer, M.D., wrote in his book Unacknowledged as follows. As I stated, the ETs have made it very clear that the entry ticket for human civilization to become interplanetary is first and foremost to be civilized, to live together peacefully, to renounce weapons of mass destruction,and to go out into space, free up weapon systems with a consciousness of universal peace. Stephen M. Greer, M.D. は自著 Unacknowledged の中で次のように述べています。私がすでに述べたように、外惑星人は次のことを明確にしている。つまり、人間文明が外惑星人になるためにはまず最初にしてかつ最大に皆が平和に一緒に暮らすために人間自身が文明化することである。そのためにも大量破壊兵器を放棄し宇宙の平和を守るという意識を持って宇宙に武器システムを持ち込んではならないということである。War in space to replace war on earth is not evolution but cosmic madness. A world thus united in fear is worse than one divided by ignorance. It is now time for the great leap into future, a leap that moves us out of fear and ignorance and into an unbroken era of universal peace.This is our destiny. It will be ours just as soon as we choose it. 地球での戦争を置き換えるための宇宙での戦争を進歩あるいは進化と考えてはいけない。狂気の沙汰である。このような恐れに結びついた世界は無知でバラバラになっている個人より立ちが悪い。私たち人類は未来に向かって大きく飛躍する時である。つまり恐れと無知から抜け出て宇宙平和という未体験の時代に突入する。それが私たちが目指すべき運命である。そしてそれは私たちがそれを選択するや否や今すぐ私たちのものとなる。The idea of any explosion in space by any Earth government was not acceptable to the extraterrestrials, and that has been demonstrated over and over. And what's the consequence? How is that different? Run into them. You mentioned an incident which I later confirmed. A spacecraft went to the rescue of Apollo 13, and they accompaniedApollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth.
And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft. But they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. I am Lauren Ross Diedrichsen, Colonel, USA, retired. I got a Bachelor of Science degree, and then the Air Force sent me to the Stanford Business School to study management, and then probably assigned me to Washington, D.C., and I served in the Chief of Staff's office shortly for orientation, and then they put me into the U.S. Atomic Energy Commission, where I became responsible for maintaining the inventory of the accountability of the nuclear weapons stockpile, and involved in the security and the, you might say, auditing the manufacturing facilities and the storage facilities for all the nuclear weapons in the U.S. アメリカ空軍大佐ロス・デドリクソンの証言。私は AEC、 つまり原子力エネルギー委員会の議長と国防省の間の軍の連絡委員会の上級スタッフでした。私は陸軍だけではなく海軍、空軍、民間機関のほか CIA や国家安全機関、さらには私が開拓した他の機関の人たちとも知り合いになりました。そうした時代の間、私の職務の一つが核兵器の安全性をチェックするための全ての核兵器施設を訪問するチームに同行することでした。そういう中、核兵器の貯蔵場所やいくつかの製造施設の上に現れた UFO の報告を私たちは手に入れていました。そしてそういうことが連続的に続いていました。核兵器の上を飛ぶ UFO の飛行は大変深刻な問題として取り上げられていました。資料11を添付しますので、それを見てください。事実、そうした問題は目撃者が故意にそうした情報を流したりすると、あまりにも大きな政治問題あるいは外交問題を巻き込むことになりましたので、大変深刻な問題として取り上げられていたわけです。レーダーに UFO が捕捉されたようなほとんどのケースにおいては、航空機が UFO の飛行を妨害するためスクランブルがかけられました。それは私たちの政府からの攻撃的な反応ということになります。よく知られた事件としては1952年の7月の事件があります。その事件の時は私は光を放つディスクタイプのクラフトを見ました。その事件の後、フェルト海軍大将の下で核兵器実行計画の選択的指揮権のポストの責任者として連合司令官に就任しました。私は SAC 作戦の下、NORAD、つまり北米防空総司令部とも連絡を取り合いました。そして核兵器の使用に関する作戦計画にも携わりました。他にも2例、私は UFO と核兵器に関する事件について知っています。2例のうち先の1例というのは1961年だったと思いますが、太平洋で核兵器を爆発させた時のことです。それは ET たちによって引き起こされたものですが、驚くべきものでした。なぜならその時数時間にわたってどんな場合も太平洋上で無線通信が途絶えてしまったからです。電離層にまで影響を与えたところから、外惑星人たちがその爆発実験に関心を持っていたことには間違いありません。事実、 ET たちの宇宙船は磁場汚染が理由で航行が不可能になったからです。
二つ目の事件は1970年代の終わりか1980年代の初めに起きたものです。その時私たちは核兵器を月まで運び、そこで科学的な測定のための爆発をさせるつもりでした。がこれは外惑星人にとっては受け入れがたいことでした。 ET たちはその武器が月へ到着する前に破壊してしまいました。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。繰り返します。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。繰り返します。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。Went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. In fact, that was the time when Area 51 became notorious.で、結論ということになります。人間が恐れと無知から抜け出て新人類として宇宙に飛び出す時代はすぐそこまでやってきています。それが人間が選択すべき運命ということになるのではないでしょうか。最後にもう一度カナダ前国防大臣のホン・ポール・ヘレア氏の証言をお聞きください。私たちがなすべきことは、つまりは黄金律の確立ということになります。Former Prime Minister of Defense Force of Canada, Mr. Hon Paul Heller, stated at the Congress that UFOs are as real as airplanes flying over the head. This is a very shocking news, and also he said, at least two of them are probably working with US government. I believe other speeches that I learned about were long ago, called Tall White. This is a story about it. Thank you.To speak to a symposium at the University of Toronto, and I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. On Earth at this present time, and at least two of them probably working with the United States government. Other species that I learned about not too long ago was called the Tall Whites. To become spiritual beings and practice the one tenet that the world's major religions have in common, that is the golden rule.